幕が上がったようだ。今からおよそ100年前、エルディア帝国は巨人の力で世界を支配していました。で、途方もない数の民族や文化、その歴史が奪われてきたのです。なったエルディア帝国は同族同士で殺し合いを始めました。ここに勝機を見出したマーレ人がいました。彼こそが英雄ヘイロス。手を組み、勝つことは不可能とされたフリッツ王さえも島に退かせることに成功したのです。踏み潰せるだけの幾千万もの巨人があの島に控えています。我が祖国マーレはその脅威を排除すべく4体の巨人を島に送り込みましたが、ここからは我々タイバー家が戦鎚の巨人と共に受け継いできた記憶、あの戦争を終結させ世界を救ったのはフリッツ王なのです。すると同時にタイバー家と画策し、一人のマーレ人を英雄と称し活躍させました。その際、安息を脅かせば幾千の巨人で報復すると言い残しました。霧を生み出しました。これによりカール・フリッツの思想は代々受け継がれ、彼の目的は平和です。これほどまでにエルディア人の犯した罪は重く、決して償うことはできない。一族の安泰を条件にカール・フリッツと手を組み、マーレにエルディアを撃った。この世界が置かれている危険な状況を理解したからです。カール・フリッツは始祖の巨人の力で三重の壁を築きました。守ってきました。しかし近年、パラディ島内で反乱が起きました。平和への反逆者、その名はエレン・イエーガー。パラディ島の脅威とはこの超大型巨人軍による襲撃、地鳴らしです。始祖の巨人を身に宿すエレン・イエーガーは地鳴らしを発動させる可能性を秘めています。あらゆる都市や文明は踏み潰され、文字通り全ては平らな地表と化すのです。者同士です。しかし強大な敵を前にした今こそ一つになる時なのです。どうか私と共に力を合わせてパラディ島の悪魔と戦ってほしい。パラディ島勢力へ宣戦布告を。